ここで、これで、これでタイムコードどこに。あ、これで3つのカメラ同時にな、うん、音がパチって手叩いたこの。わしがこう手を叩いた瞬間を見れば、あれのカメラとこれのカメラとこれのカメラで時間を合わすことができるっていう。もっとその何意味にもいいじゃん。意味にもいいじゃん。もうなんで我が一番偉いと思ってやるからね。そうじゃなくてね、そういうもの、ね、もう少しと月前からそこに感化しちゃったんだ。捉えてよ。もっとガタ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 揺れるから、まあ、簡単なのこのじいさんをここで見てみる、うん、問題はこの部屋の温度が上がりすぎるとな、このカメラが発熱しだしてね、多分どれか一つがね最後までいけずに止まるわ。最後まで生き残るのはこのロープで。斜めからいいとこ、この方向から見た方がいいけど、いいけど、まあ一応全部カメラ見、まあここ来るとな、これでまあ一応足も入るって感じで、ここ来るか、連続ここ来て音ちゃん出てくる。これ12日12してなかったって、12してなかったわっていう、そういう事態に陥るんじゃないかっていう懸念もあるけど、これで一応オカン演奏音が入っとるわ。オカンちょっと見切れ気味やけどな、これでとりあえずこれも入っとる。ガラスが近づいてたらな地面が恐ろしく低いとこにあってな、遠足思わず後ろに座ってくるとやばいと思う高いかっていうのは、ええローテーションで座りに見てる時間がいっぱいある地域なんですよ。だよね、一応取りやる。それそっち取りやんか。こっちも取りやる。この恐ろしいやつはちょっと。そっちは取りないって言うから。ここ取りないってこうこうこうやからさ。このわしらしか取りないから画面なんか取りないから。画面は別に後からどこでもどっかから。これやろ。始まりましたよ。うん、これわし実験者やから、ここに金魚の研究に没頭する真面目に仕事してるこの研究、かなり特別なことが起きちゃってるんですよ。金魚みたいにその右と左の方向に尾っぽの部分に入ってる成分なんか、そういうふうに分かれてくるような生き物ってもうまずはいないと思います、はい、実は生物学的にとても不思議な存在だとされている金魚、その謎を解き明かすべく研究に明け暮れる日、成果は医療の発展にもつながると世界から注目される。それはどうかなって思うな。台湾には家族4人で移住、しかし妻と子供は日本に帰り8年間離れ離れの生活が続いています、うん、
国の地で一人生命の神秘に迫る父にこの地が届ける。映像やからな、今撮ってるのはな。これ何なんだっけな。音も入るか。え、もういいよ、音も入るよ。音も入る、全部入るよ。あ、今ね、しょうもないこと言ったら音声で取られる。でもそれ編集は私がするから。ずっと家族でいてて、ずっと私を思ってたんですけど、はい、あの長女が小学校に入学する直前に、まあ、日本の学校へやりたいと。あのお母さんとこでみんな一緒にいますね。ちょっと離れた場所で。ちょっと寂しさもあったりしますか。うん、だから。寂しさ。うん。ちょっとだけ。みのちゃんはどうですか。なかなかテレビにこれがさ、全国にこうぶち流されてるところを考えるとどうよ、恐ろしいやろ。金魚研究をしてるってことは分かってるんですけど、あんま内容どうなら、こういうのこうやって、はい、どんな感じをするってのはあんまちょっとよく分かんないです。あ、そか、そこまで、お父ちゃん何してんねやろみたいな感じですか。見てみましょうかね。はい、見ましょう。金安さん、台湾です。昭和の方が。台湾で金安さんに子供たちの思いを届ける旅は、距離にしておよそ 1,100 キロ。3時間。台湾の東北部に位置する地方都市宜安。漁業で栄える港町である一方、温泉地としても有名で、街のあちこちに足湯が、台湾でも人気の観光地です。中心部から少し外れた田園地帯を進むと、吉田さんや。吉田さん、こっから映るのがもう、そうやな。ここが金谷さんの職場、中央研究院臨海研究所です。ジョじゃなくてジョなんだけどね。まあ、はい、まあ、日本だと長だな。はい、初めまして、太田でございます。はい。ようこそ臨海実験場へ。なんですか。ここは、あの、僕の研究室で管理している金魚の水槽なんです。実は、まあ、1000匹、まあ、それぐらいですかね。時期によっても違うんで、パッと今言えないんですけども。だいたいこんな感じなんですっていうのを、まあ、これ、普通の和金みたいな感じ。泳ぐ力も強いんで、あの、金魚すくいで、こう、バスッとこう、破っていくようなパワーがある金魚ですよ。はい。僕らの上金魚研究してるんだな。はい。金魚すくいって、はい、あの、うまい。僕はもううまくはないですね。魚介類の研究施設としては、はい、今は最大級の魚介研究所。水槽には観賞魚としても人気の熊の宮。海底火山の近くに生息する珍しいカニなど、20種類近い水生動物を世界中から集まった生物学者が研究しています。中でも金谷さんの研究対象は特別な金魚たち。この丸っこいのは、丸っこいのも可愛いんですよ。これね、可愛いんですけどね、鱗が真珠のような鱗を持ってるからっていうのが点々が出たりとかするのかな。オランダシラシラですね。頭に肉牛がいて、ここをバックしてまして、で、尾びれが割れております。それを元見て、向かいみたい金魚って、まあ、なんか、はい、まあ、なんか、まあ、なんかこんな感じになってるかと思うんですよ。もう、まあ、金魚も魚なんで、脊椎動物も結構、まあ、骨が入っていると。これ背骨ですね。背骨ですね。で、さらに尾びれの骨も背骨の一部なんで、まあ、こう入ってるわけですけども、うん、一つのこの金魚の前は、まあ、こう一本入っている。で、2つの金魚の場合は、この何本か入ってるんですけれども、まあ、それがこういう感じで割れて入っている。ああ、そう。軸になる骨がもう分かれてますね。はい、もう全然中からして違うっていう。金魚みたいに、その右と左の方向に、尾っぽの骨に入ってる背骨が、そういうふうに分かれてるような生き物って、もうまずはいないと思います。へぇー。はい、俺のやった研究っていうのは、はい、何の研究？はい、進化発生学です。どこにどういう遺伝子がどういう働きをしているから、尾びれが2つに割れるのかとかね。あ、そういうのを、まあ、見ていくわけです。うん。
生物の進化の原因となる遺伝子を突き止め、そうや、体に与える影響を検証する、ちょっとちゃうけどね、進化性が、これだと遺伝から再生しようとか、体を目を作って、分かりやすくするために、あの進化性学の知識っていうのはいるよね、自分たちの体がどういうふうにできてくるのかなっていうのを理解して、やっとこそその個々の臓器を作るであったりっていうのが、まあ可能になる。まあ、父ちゃんはそんな研究はしていないから。医療業界からも注目されている分野で、金谷さんはその第一人者。発表する論文は常に高い評価を受けています。まあ、そうだしと。お母ちゃん、あんな顔して、あの画面見てたんや。その作業をどんな顔しとったんか分からんから、大事なんではな。尻尾が分かれていない馬琴と、日本でも数十万円の値段がつく高級金魚として知られるランチュー、尾びれが2つに分かれており、なんと背びれがありません。魚類の中でも特に珍しい進化を遂げている金魚です。まあ、まあそうかな。これは、麻酔ですね。はい、麻酔のほら、麻酔のほらざっくり、もっと厳密に測った方がいいやろうけど、ざっくりごく少量の麻酔薬を溶かした水に金魚を入れると、おお、はい、入れます。速やかにヒレを切って戻してあげると、金魚が寝ている間に手際よく胸びれを切り取ったら、すぐさま普通の水が入った水槽に戻してあげます。死んでしまうため、絶妙な濃度調節が必要となる繊細な作業。同様に卵中からもヒレを切り、特殊な薬液につけて分解します。ヒレが分解された液体から不純物を取り除いたら、次の工程。PCR マシンですね。PCR温度を上げ下げする。もうこのこれがこう一個一個のところが温度がこう上げたり下げたりできるんですけど、まあこれね、超精密たこ焼き器と考えていただけたら差し支えないところがあります。化学酵素と一緒に加熱することでヒレを作る遺伝子だけを増やすことができるそうです。増やした遺伝子を寒天に流し込み、寒天超高性能の紫外線カメラで撮影すると、まあそうだな、紫外線出ました。あの一本のバンドで見てますよね。これ一本線、一本線、一本線が並んでるよ。一つの脇ですね。尾びれが分かれる金魚の遺伝子を見てみると、こういうのが、まあ一応そうだな、ね、眼中のヒレにだけ現れた尾び、通常の金魚にはない遺伝子を持っていることがわかります。金谷さんはこの遺伝子をさらに解析、尻尾が割れた金魚が生まれるメカニズムを世界で初めて解明しました。それは一応正しい。今では1000匹以上いる金魚の遺伝子パターンを全て把握。何でお前がまず全ては把握してないと思うけど、おー、エンドも出た、エンド出た、エンド出た、ワイプでこの三人ともちゃんと出てきなくて、なんぞ真面目な顔してな、普通に男性として売られてる金魚を合わせたら出てきた。おじいさん世代、親世代、子供世代って3代取ってやっと成立する実験なんていうのもあるん で途中で耐えてしまうと、もうその実験成立しなくなっちゃうんで、はい、結構気を使いますね。日々遺伝子の研究に追われている金谷さん、観察は数世代にも及ぶため、一つの論文が完成するまでに数年かかることもあるそうです。発表しんといてくれって言ってたやつだけど、流れてしまってるね、これ。どうするんだよ。まあでも、まあ、まあ、あんまりないんだけど、よく行く場所があります。子供らとよく遊びに来たぞ。
ちょっと寒いとした音だし、うん、あ、いいんだ、いいんだよね。ここは地元の人たち、地元の人たちの帝国まあまあ地元のコーディネーターがいいですかって聞いてたからいいんやろうけど、何やらペットボトルのようなものを取り出した金谷さん、服を着たまま水の中へ。よし、コマーシャルや、今日もコマーシャル。そっか、一応あれはそっか発表されてだから今いいのこの辺だ。欲しいな。作っとる途中に作っとる人だとこれ忘れとったよな。ここはモザイクかけてないんですかね。まあ一応モザイクかけて、そして時間の段取り的にはこれは世の中に出てないことになってるんで、だけどもまんまとモザイクかけるのを忘れてしまっているという。仕事に見れへんからね。ねえ、まあね、たまたまもうすでにもう世の中に出てはいるからね。別にそのまま出てしまってても、ああ、まあまあまあ、もう申し訳ない、世の中に出てる内容ですからいいですけどっていう。秘密のやつはな、秘密で特許とか、そんなにごっつい特許とかに関わる研究をしてないからね、別にね。おうおう、継続されてる、継続されてる。あー、そうか、うんうんうん、全部はあれじゃないんやな。何やペットボトルのようなものを取り出した金谷さん、と服を着たまま水の中へ。しばらく待つと、まあこういう仲間だよね。そんないっぱいいるんですよ、ここら辺。無研究され、あんまり研究されないことからされてる系魚。まあ、でも本当にやりたい気持ちもあるんですけど、これも手を出すと、今の研究もままならなくなるんで、ちょっとお買い物に。なんかこういう生き物です。はい、そこですね。はい、そうです。生き物です。はい、自然大好き。あ、こんなさん、こんなに生き物。だこの生き物。あ、だこの生き物。あ、だこの。これは母が買ってくれた一冊の絵本でした。どれを作るの？あれがものすごくもう猛烈にこう印象に残ってて、あの本の影響はめちゃくちゃ強いですね。今、和歌山の実家で大切に保管されている地球。自然に持ってきてください。仕込みが、ここは仕込みが入ってくるんだ。日本の原風景とともに、そこに暮らしている生き物たちの名前や特徴が詳細に描かれています。でこれはまあすごい、このあれ何センチ？紙の上にこう自然をそのすごく生き生きとこう、しかも科学的に正しく書いてくれてる絵本だったんで、あれがものすごくこう強烈印象が残ってます。あれ、あの目が死んでる、目が死んでる。あんた声まくっちゃうね、なんか40人とか3の頃やからな。数少ない専門の研究者として数々の論文を発表。国内最高峰の研究機関理化学研究所にも在籍しました。しかし不景気とともに日本の研究業界は縮小へ、思うような研究ができなくなります。いや、あ、ここや。理化学研究所は国内トップクラスでございますと。やっぱりそれだけじゃ仕事はないんで、あの予算をもらいたいと思った時に、あの予算を出してくれる人たちを説得するっていうプロセスが絶対どこかで入りますよね。それから日本の場合だと、あの先生、この先生、この先生にお伺いを立てないといけないってことになると、それはかなり求められる力っていうのがもう何重にもいろんな複雑な力が必要になってくるんで、そうなると、研究できるだけでも僕書いてる暇ないわいってなっちゃう若い人もいるかと思います。予算交渉が苦手な金谷さんは研究の継続すら難しい状況。まあそうなりますよね。まあそうか、今から声がかかったのです。あの、何よりも好きにやっていいっていうのは違いましたね。はい、特に僕みたいな人間にとってはものすごく大きいメリットがあったと思います。日
本とは違って研究者にとって理想的な環境。朝から晩までひたすら実験と観察を繰り返す日々を送っています。まあ、それはそうかもしれない。それ夕食の時、台湾はテイクアウトのお店が充実しているため、馴染みの弁当屋などで済ますことがほとんどです。さあ、早く。早く行った。やっぱり実験で忙しい時とかは、やっぱり楽なんで、テイクアウトでささっと食事を済ませようっていう場合は非常に便利。今に毎日食べるからもうなあかんで、あかんよ、あかんに決まったるやん。何つけようかな。はい、どうぞ。このなんかを探してくれるなというこの家賃は今汚い部屋やな。もともとは家族で住んでいたので一人で暮らすには十分な広さです。家賃2万4000円で、今日これ90円でしょ。400ちょいの弁当なので、月々5万円とかもあれば、あの普通に生活できるわけでしょ。生活費を節約し、あそこあれあかんないな。リンナイパイって書いてて、日本のリンナイとは全く関係ない台湾のブランドのリンナイだから、多分ありますね。あかんかったよ。関西電力のガス会社さんとは、やっぱりガス代は、やっぱりそのオール電化を目指している関西電力さん的にはガスの汚染らしい、うん、なんか特殊なガスとかお気遣いせなあかんね。そうです、多分ディレクターがガスのガスコンロを取ってしまっても、これを言うたらやばい、スタッフさんが怒っちゃうよって言って消されるんだろうな。これIH やったら別に良かったね。IH ジャパンで並んだったら。どうでしょうか。でもなんか何重にもなんかよろしくなかったんかもしれないな、その外国人。どうなんでしょうね、それは。意外と自分のドローンショットが使われていてびっくりよ。意外とわしドローンで撮ったドローンの映像がね、結構たくさん、ここ2回も出てきたっていうんでびっくりよ。もっと少ないかなと思う。生活費を節約し、給料の大半を日本の家族へ仕送りしています。遠藤くんな一切とか、まあ寂しくなる時はまあありますよね。寂しくなる時はまあありますね、よくありますね。日本で研究員をしていた時代に語学交流を通じて知り合ったラーナさんと結婚。その後ユノナさん、遠藤くんが生まれ、家族4人で台湾に移住し、リンさんが行った、リンさんが来るけどいいって言って、まあ、私日本に来たばっかりで、まあ、ちょっと日本語はかなりほとんどパーフェクトに話せるけど、次台湾に行くの、台湾に行くんだけど、まあ必要でもいいよと言ってくれたんでね。で、子供らもまあそのここに来て悲壮な感じもしなかったし、家族がそれなりに楽しそうにしてくれてたっていうのは、まあ、研究を進める上でも励みにはなりましたよ。しかし8年前、子供たちを日本の小学校へ通わせることを夫婦で決断。金谷さんは一人で台湾に、知らんうちに取られてた。海外出身の妻と年頃の子供たちを支えてくれている母早見さんには感謝してもしきれないと言います。まあ、もし何か成功の秘訣があればとか、今までやってこれた何か秘訣があればって言われたら、おかんが優秀だったとか、うん、今自分が研究に集中できているのは家族の元も子もないよな。親ガチャに勝ちましたって言ってるのと同じやもんな。家族への感謝の気持ちが作られています。おかん、日本に帰ってこいって言われたら、今の研究の仕事をいつ辞めてもいいと思って。で、そこはね、結構自分の中ではっきりしてて、家族が不幸な感じがしたらこの仕事はすぐ辞めよう。で、それは多分結構しっかりしてると思いますよ。
どうなんでしょうね。実際でも感謝もされてるし、どうでしょうか、お母さんの気になって。よろしいかと。ね。さあ実際、ね、おいらがちゃやって言ってしまってるから、みんな来たのお父さん、今の台湾での姿ですけども。科学の研究やってるんだけじゃなくて、その自分のその思いで研究したりとかして、思ったよりすごいな。うん、ただただ研究してるんじゃなくて、ちゃんと結果も出してるし、ね、世界で初めてのことやってるっていうのがすごいね。すごいね、エンゾー君は。すごいな。エンゾー君ちょっとびっくりした。俺、降ってきたって感じだった、あれ。俺、どうした。だからこの先生に、もうこの問題分からへんのに、俺当てられたらどうしようみたいな感じだった。この透明化標本どない作るんですかっていう質問はもう毎回受けるんで、まあ、ほなYouTube の上でこう公開しとくからみんなで見てっていうのはまあ言ってるんで、そのステップに分けてこう動画の素材を追っていこうかな。独学で撮影や編集を学び、自らの研究内容や技術を惜しみなくネットで公開します。これは大変やったんやけど、いかにして次に伝えるかっていうのも大事だと思う。自分らこの場面見ないんだもん。あ、そうなの。いい技術や知識が、いかにも見てる手で小言で出るけど、家族と離れる、あの部分は生命の神秘を解き明かすため、今日も研究にやっている。これでお父ちゃんのチャンネルバズってくれたらいいのにな。日本の子供たちから届けたのです。怒る、ちょうどいいよ。これを見たで、ね、まあ、ちゃちゃん、よろしいですかね。あ、お、なんかうん、編集する際では今日もこの街で止まります。そういう流れが、うん、家族よろしかろうっていう形になって、それ見せてもどうリアクションしたらええんや的なのは別に見せないし、多分その YouTube の取り扱いっていうのが多分あの人らでもいろいろあったんじゃないですか。だからあの小窓が映ってくるのもな、うん、それを見たその顔ではな、見てない、うん、そう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 よ、そうそうそう、へーってして、それは何を見てへーってしたんかっていうね、わざと沈黙の演奏の3分間をこう25分のわけではさかんわな。それは近めに突然、はい、どうかなって言ってよ、インタビューしたいと思う。そこでいきなり言うよ、いや、グッサンインタビューはすまない、めっちゃちっちゃい時に覚えてないわいっていうのはな、あれグッサンやん感じです。グッサン、うん、グッサンや、相性グッサンや。音も出たかったんだ。いや、出てない、わしゃ出てない。お前は読むよ、わしゃ若いテレビでよ、うん、朝、料理を作ってくれるんでね。ああ、やったんだ。もう、料理、専門的なことは言うと思うね。うん、わかるね。そう、ね、カロミ漬けはやっぱりクズンでがいいんでしょうか、片栗がいいんでしょうか、コーンスターチでしょうか、みたいな。あれ、そんなこと言われても、うん、もう聞かれる方が大変や。その手が覚えとるんやっていうのと説明が上手なっていうのはまた違うやん。そうそうそう、覚えてください。もうあった、もうあったよ。あと最後にどうですかってプレゼントもらって、プレゼントもらって、うん、
で、もらった画像を見るやん。もらった画像を見て、あ、ありがとう、子供たちね。届け物、はい。で、靴やな。いや、まあ、あの、あんまり細かいこと言ったら、あの、前、吉田ディレクターもあるやけど、うん。娘のティーナさんが描いたフーニャさんの手顔絵、そして息子の遠藤くんからは金魚のメッセージカードを、ありがとう、遠藤くん、金魚のメッセージカード、遠藤くんもね、ここに書いてる内容もお父さんに、今僕が夏休みの間でも毎日仕事を頑張っていて、僕も勉強を頑張ります、遠藤お互い頑張ろうぜってことですね、お互い頑張ろうぜって、あの頑張り屋さんではあるんですよ、選ぶ頑張るタイプ、子供たちが金谷さんに贈り物をするこんなことやっとったんだ、初めて、なんや、仕事降ってきたぞ感があったんだ、そうや、ね、うん、世の中もな、うん、あ、なんこれええ機会やから、まあ、ええー、もう書いて仕上げとったんや、遠藤君はもう、そうそう、この仕事は締め切れないのかどうしようみたいな、そんな感じ、当日な、やったんですよ、お父さんというよりはなんか役に立つ、自分よりも年のいたなんか娘と息子からの届け物を取っていかなさんかな、今の年じゃなくてその年齢の人みたいな、でも今のない立場で上手に書いてるじゃん、あの特徴を取られておりますよ、うん、はい、おー、なるほど、まさしく遠藤の目がもうこわばってるような、ゆのたはこうよ、にこやかによ、まあ多少の緊張はあれでもまあまあ対応するけど、遠藤は目がもう、目がもう、俺に来るんじゃない、俺にって、めっちゃ来てたやんか、遠藤くんは、あの、手が出て、遠藤くんはもう顔がこう、また行ってみたい、ぜひ行ってみたい、ほんまだ、ほんまだ、お父さん、行きたくないですと言えんもんな、どうにこんなとこ出されたら置いてよ、エンダーもつらいよ、はい、お待ちください、頑張りました、ご苦労さんでした、ご苦労さんでした、よう頑張ってくれて、ありがとう、ありがとう、ありがとう、カメラも持ってくれた、もうナイスでやられかけとったけど、はい、よっしゃ。